ガチガセポケモン都市伝説とは、海外や日本のとんでもなさそうな都市伝説を紹介し、勝手にガチかガセかを判断する一方的な企画。本日もとんでもない都市伝説たちをバッサリ判断していこう。オンジャス、どうも、サオでございます。やってまいりました。ガチガセ都市伝説 BDSP バージョンです。BDSP バージョンって結構変わるの？いや、全然変わりませんけど、なんか変わるって言いました？いや、シンプルに怖。まあ、ただ今回新しめの都市伝説もあります。それでは今回も貴様見ているなと言わんばかりに都市伝説を見ていきましょう。ナギサシティのポケモン岩の正体とは、ダイヤモンドパールに登場するナギサシティという町。ナギサシティにはゴンベというポケモンによく似た通称ポケモン岩があるのですが、実はこのポケモン岩にまつわる怖い都市伝説があるのです。あ、ちなみに BDSP ではこれカビゴンに変わってます。ゴンベとは初代から存在するカビゴンの進化前のポケモンです。分類は大食いポケモンであり、非常に食いしん坊なポケモンです。ナギサシティのポケモン岩はゴンベの後ろ姿にそっくりです。しかし実はあれは岩ではないのです。ポケモン岩の正体、それはゴンベそのもの一発目から笑うのよくない。それはゴンベそのものなのです。ナギサシティにあるとあるレストラン、そこにはつまみ食いするゴンベが何度もやってきて料理人を困らせていました。ある日、そんなゴンベに怒りが収まらなくなった料理人は持っていた包丁でしてしまったのです。ジムリーダーのデンジの耳にも入ります。事件を隠蔽するため、デンジはポケモンをセメントで固めろ、そしてこの街を全面封鎖して大停電があったと言っておけと指示を出しました。しかしセメントをいくら塗ってもなかなかが止まらないゴンベの海岸で作業を続けました。そうしてようやくも止まり、岩のような大きさになったゴンベの慣れの果ては海へ浮かべることにしました。主人公がデンジに灯台で会った時、ジムの改造も終わったと言います。もという言葉にはそういった意味が隠されていたのです。何よりも決定的なのはポケモン岩を見ている近くの住人。あれ、ポケモンじゃないの？はい、一発目からなかなかとんでもない都市伝説がやってまいりましたね。これについて調査していきましょう。ナギサシティの近くにあるレストランって、ここなんですね。レストラン7つ星。で、まあこれ今夜なんで入れないんですけど、まあここで事件が起きたってことになりますよね。で、ナギサシティと結構離れてます。で、ナギサシティにはね、レストランは多分存在しないですね。ジムの改造も終わったとデンジが言いましたと。まずデンジがなぜジムを開発したかっていうとですね、手強いポケモントレーナー、まあ挑戦者ですね、がいなかったので、ジムを複雑にしたことによって、まあ手強い人が来るようにしました。それがまずジムの改造目的です。で、もっていう含みがあるってことは、ゴンベの、隠蔽をしてたんじゃないかっていう話になるんですけど、東大やらポケモンジムがたくさん電気を使うからさ、街全体を繋いでいた道路をソーラーパネルにしちゃったのよ。太陽が照らす街。この名前の通りね、電気を大量に消費してしまったジム。それを反省してか、街全体をソーラーパネルにして発電しようっていうね、まあ結構エコ的な開発だったわけですね。なので、ゴンベの事件を何とかしようとしていたわけではありません。つまりこの都市伝説、ガセ、そしてデンジへの名誉毀損で訴えられてください。続いての都市伝説いきましょう。もしかしたら以前やったかもしれません。謎の場所の都市伝説。謎の場所を歩き回っていくと、ソノーの花畑、謎の場所、テレビことぶき、戻りの洞窟。そもそもなぜ暗闇の空間でマップの名前が出てくるのか。それは、謎の場所は死後の世界だから。この謎の場所という別の世界が死後の世界ではないかと言われている。他のマップ名も紐付けるとすれば、ソノーの花畑、花畑で死んだ。テレビことぶき、死んだことを報道。こんなところだろうか。信じるか信じないかはあなた次第です。皆さんどう思いましたか？まあ、僕が一番疑問に思ったのは、ソノーの花畑のところですよね。花畑で死んだ。死んだところに花が咲くっていうのはもうこれダークソウルの世界観だからね。そういう世界観を踏襲しているのがポケモンのシリーズではありません。つまりガセです。謎の場所関連の都市伝説ね、何個もあるんですけど、全部ガセです。100% ガセです。で、そもそもあの謎の場所って名前を付けている理由って、そこでエラーが発生するから、バグが発生する場所にちゃんと名前を付けておかなきゃいけないんですよね。そもそもデバッグとかに使ってた場所なんですけれども、まあ、それがね、偶然、そのスペースに行く方法が見つかってしまって、そこでエラーが発生してしまったっていう二次的なバグになります。まあ、なので、このあの世とかこの世とかね、そういう話ではないし、戻りの洞窟につなが
ながってることを理由とするんであれば、戻りの洞窟からその場所に行けないとこの説って変なんですよね。というわけで嘘なんですけれども、このバグを使うことによって四天王のリョウ君、これはみんなに対して怒ってるっていうのは確実ですね。宇宙を創造した神のポケモンと言われるアルセウス。そのアルセウスにも都市伝説が存在する。それはアルセウスの正体は銀河団ボスの赤城というものである。これ一旦挟んで申し訳ないんですけど、ギラティナレッド説だったり、アルセウス赤城説だったり、好きですね。アルセウスの図鑑説明には何もない場所にあった卵の中から姿を現し、世界を生み出したとされている。よく考えてみてほしい。なぜ何もないはずの場所に卵があったのだろうか。アニメダイヤモンドパールでは、赤城は自ら時空間の中に入り込んで生死不明になっている。赤城は時空間をさまよって最終的に何もない場所にたどり着き、卵となってアルセウスに転生した。これをもし事実とするのであれば、新世界を創造するという野望を抱いていた赤城が今のこの世界を創造したという皮肉な話になる。はい、というわけで赤城アルセウス説でした。これ結論からいきます。ガセですが、その設定は面白いですね。ソースがね、アニメになってしまっていて、じゃあゲームの赤城ってどうなったのっていう話になってきますし、ゲームにおける赤城って BDSP でもダイヤモンドパールでも消えてないですよね。プラチナだとなんやかんやあるんですけれども、この説を支持するとダイパにいるアルセウスって何っていう話になってきますよね。通常プレイでは見ることはできないんですけど、アルセウスのイベントって。まあ、かといってこういう神話が残っているっていうことは、そのアルセウスみたいな存在が赤城だったんだよっていう説になるはずなんですよね。なぜ何もないはずの場所に卵があったのだろうかって言ってるんですけれど、まあそもそもアルセウスが世界を創造できるんだろうかっていう話になってくるので、まあそのソースとしては弱いんですけれども、新世界、心や感情に動かされない世界を創造する上で赤城が今の世界を作っていたっていう設定は結構フロムゲーっぽくて面白いですね。お前が否定した世界は実はお前が作ったんだよって結構かっこいいとは思います。続きまして、ロトムの鳴き声の都市伝説。あれ？これこの前やってなかった？今回は BDSP でロトムの鳴き声を聞いたら変わるかもしれないじゃないかというところで見ていきましょう。いや、聞いていきましょう。ロトムにはこんな都市伝説があります。それはロトムの鳴き声を聞くと助けてと聞こえることです。さらにスロー再生にすると助けてとよりはっきり聞こえるようです。じゃあ今回は、前回は聞こえませんでした。助けてって。うん。まあ、なので今回 BDSP 版でちょっと聞いてみましょう。バリ、やっぱ聞こえねえわ。そりゃ聞こえないでしょ。それでは最後の都市伝説です。いやー、なんかね、ガセばっかなんでね、ちょっとガチなんじゃないかっていうのを用意してきました。はい、こちらですね。こちらのおじいちゃん、なんと剣盾にも登場していた。はい、このおじいちゃんですね、ウヒヒピカチュウだらけでポケモンチャンピオンを目指すぞって言ってるね、ちょっとやばい人なんですよ。で、孫もね、ピカピカ言わせててね、孫もこれピカチュウにさせようとしてるっていう、孫とピカチュウの境目が分からなくなってしまったっていう都市伝説ではなくてですね、剣盾のキルスクタウンのホテルですね、まあ、ここにいたんじゃないかって言われてます。ちょっと待って、剣盾グラフィック良くね？こんなすごいね。ラクサって言ったらダメだ。うわ、すごいな剣盾。これが最新作か。これですね。ピカチュウだけのチームでチャンピオンになるんだ俺たち。というところで、なんとダイヤモンドパールの50年前がポケモン剣盾なんじゃないかっていう説が出てきます。ピカチュウだけのチームでチャンピオンになると言っていた少年はまだチャンピオンにダイパでも慣れていないおじいちゃんになっていた。さらに言うと化石復元が未発達なのが剣盾です。なので50年後に化石をしっかりと復元できるようになったと。もう一つ、なんとこの50年後を説明できる要素があって、剣盾には一切今まで出てきたトレーナーが登場しないんです。これは時系列が半世紀離れていることから登場することができなかったのではないでしょうかと言われています。いや、もうこれはですね、なんとガチです。待て、今回ガセばっかだったからガチって言いたいだけだろ。そうですね。それではちゃんと話していきましょう。まずなんですけれども、この都市伝説、なぜ50年後って言い切れるんでしょうか。そもそも年齢がわからないのもそうですし、50年前でもいいですしね。ただこれは上げ足を取ってるだけに過ぎない。では最後に出てきた他のトレーナーが登場しないっていうところなんですけれども、これ実は登場してます。
例えばロトムの図鑑説明でいくとシトロンのことが書かれていますし、シルバリー、まあ、タイプヌルですね、タイプヌルに関してはグラジオのことが書かれてます。三文には過去トレーナーが登場するので、そんなに時代背景的には離れてないんですよね。まあ、つまり50年前説はガセです。さらに言うと化石の復元方法もチゴラスの図鑑説明を見てみると中途半端に今でも復元されていることがわかります。ただ50年後説はあるかもしれません。それでは前回の動画グッと冴えた賞いきましょう。今回はですね、銀河団が丸々したポケモンなどの原作の闇深い要素は BDSP でどう変わったっていうね動画です。結構再生されてます、ありがとうございます。グッド464、グリズリーアウトランダーさん、ありがとうございます。4分10秒されたという表現を抑えつつも、それがはっきりここで眠っているという形に分かりやすいように改変されてあるコンプライアンスに対応しつつも、銀河団の非常さが分かるこの言い回しは下手な表現になればグッジョブの一言に尽きる。ここからは無関係かつ贅沢も甚だしい話題になりますが、一種のポケモン、あわよくば翡翠の姿の追加を期待しております。後半に関しては無理なんで置いとくんですけれども、まあ、これはあれですね、銀河団に自分のポケモンをされてしまったトレーナーのセリフがね、 BDSP とダイパで変わるっていう話ですね。でこれみんなに突っ込まれてたところが、最初の方めっちゃ白色な感じで話してたのに最後グッジョブって結構可愛いなみたいな突っ込みがされてましたね。はい、というわけでございました。今回、チャンネル登録をするとですね、先ほどのピカチュウの人がですねチャンピオンになれる確率が 0% 上がります。ぜひともチャンネル登録をして、チャンピオンにしてあげてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですが、さようなら。